943年9月20日は、戦前の日本の農芸科学者。米ぬかを、かっけの予防に使えることを発見したことで有名。訓等は、訓一等随法省。東京帝国大学名誉教授、帝国学士院会員。文化勲章受賞者。長岡半太郎、本田光太郎と共に、理研の三太郎と称される。静岡県灰原郡、堀の新田村にて、 農業、鈴木昭蔵の次男として生まれる。帝国大学農家大学農芸科学科を卒業する。東京帝国大学教授を務めるとともに、理科学研究所の設立者として名を連ねる。1910年6月14日、東京科学会で白米の食品としての価値並みに、動物の格形様疾病に関する研究を報告した。この報告では、 鶏と鳩を白米で飼育すると、カッ気同様の症状が出て死ぬこと、ぬかと麦と玄米にはカッ気を予防して回復させる成分があること、白米はいろいろな成分が欠乏していることを認めた。ぬかの有効成分に強い興味を持った鈴木は、以後その成分の化学抽出を目指して努力した。同年12月13日の東京科学会で、第一報を報告し、 翌1911年1月の東京科学開始に論文、ぬか中の一有効成分についてが掲載された。特にぬかの有効成分は、広角経営子にとどまらず、人と動物の生存に不可欠な未知の栄養素であることを強調し、後のビタミンの概念をはっきり提示していた。ただし、その論文がドイツ語に翻訳されたとき、 これは新しい栄養素であるという一行が、薬出されなかったため、オリザニンは世界的な注目を受けることがなく、第一発見者としては日本国内で知られるのみとなってしまった。なお、上述したぬかの有効成分は、濃縮して樹脂状の塊を得たものの、結晶に至らなかった。1912年、ドイツの生物科学雑誌に掲載された論文で、 ピクリン酸を使用して、素性オリザニンから有効成分を分離性質、つまりオリザニンを結晶として抽出したこと、その方法などを発表した。1911年10月1日にオリザニンを発売したものの、鈴木神之助の性ぬ化剤、アンチベリベリンがよく売れたのに対し、なかなか医学会に受け入れられなかった。8年後の1919 19年、ようやく島。 その順次郎が初めてオリザニンを使った活気治療報告を行った。当時、国内の活気医学はいくつかの争点をめぐって混乱していた。例えば、米ぬかは人の活気に効くのか効かないのかという点である。米ぬかのカイイナについて意見が分かれた最大の要因は、ぬかの有効成分の溶解性にあった。ぬかの不純物を取り除いて、 有効成分を潤化するためにはアルコールが使われていたが、アルコール抽出法では、ぬか液素材のビタミン B1 が微量しか抽出されなかった。そのため、活気患者特に重症患者に対して、顕著な効果を上げることができなかったのである。したがって、オリザニンなど、ビタミン B1 が微量の性ぬか剤ではカイを明確に判定することが難しく、様々な試験成績は、 当事者の主観で有効とも無効とも解釈できるような状態であった。また、ぬかの有効成分の化学実態が不明であった。点でも、核系医学は混乱していた。アンチベリベリン、ウリヒン、リンピエキス、オリザニン、ビタミンのすべてがニコチン酸を含む不純化合物であった。その中でオリザニンは、 純粋管理に成功するのが販売されて20年後の1931年であり、翌1932年、カッケ病研究会で、香川昌蔵がオリザニンの純粋結晶は、カッケに特効のあることを報告した。しかし、それでもカッケは一般人にとって難病であった。国民のカッケ死亡者は、日中戦争の拡大などにより、食料事情が悪化するまで、 毎年1万人から2万人で推移した。その理由として、ビタミン B1 製造を天然物質からの抽出に頼っていたために、値段が高かったこと、もともと消化吸収率が良くない成分であるために、発病後の摂取による治療が困難であったことが挙げられる。その後も、アリナミンとその類似品が、 社会に浸透する1950年代後半まで、毎年1000人以上の活気死亡者が出ることになる。なお、蒸気でビタミンの発見としたが、鈴木が発見したのは正確にはチアミンである。ビタミンとは微量で必要な栄養素の内有機化合物の総称として、現在は定義されている。ビタミンを初めて抽出したとして、世界的に知られるのはカジミールフンクであり、 ビタミンの名称は彼の命名によるものとされるが、実際には、噴クの命名は、ビターミナであり、ビタミンを複数の栄養素の総称と定義し直されるにあたって、ビタミンと綴りが変えられた。1922年には、合成聖種を発明している。これは1923年に、利権聖酒、新進、1924年に、利権酒、利休の名称で市販され、 後の三倍増上製子開発の基礎ともなった。なお、理休は戦後、理研の合成製子製造部門を継承した共和発行を経て、現在は朝日ビールに引き継がれている。出身地である静岡県では彼の業績を検証し、鈴木梅太郎博士検証会が毎年県下の中学、高校生の優れた理科研究論文に対して鈴木梅太郎賞を送っている。 静岡県立大学矢田キャンパスには、鈴木の胸造や、検証費が混流されている。妻は、タツノキの長女である須磨子。生物学者である荒木文介を、婿養子として迎えており、文介は生を荒木から鈴木に改めた。文介は、梅太郎の文下生であり、梅太郎が、東京帝国大学で主催していた、科学第二講座を引き継いだということもあり。 梅太郎の業績について解説する機会も多かった。牧野原氏この項目の出典は、山下379から381、441から442、457ページ。鈴木梅太郎、島村虎井、ぬか中の一有効成分について。 東京科学開始32、4から17、https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10ドット1246スラッシュ NIKKASHI1880 ドット32ドット4。山下、379から381ページ。ファンク、C&AG、ズヴィン、ザビターミン、ボルティモア、ウィリアムズウィルキンズカンパニー。 1922AB ヒストリー研究室遠隔生物科学研究室遠隔東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命科学専攻生物科学研究室鈴木文介鈴木梅田博士と V ターミン静岡県科学協会編黎明期における強度の科学者静岡県科学協会1944年 漢方第7640号、序任及び、事例1908年12月12日。漢方第126号、序任及び、事例1912年12月29日。栄光なき天才たち、鈴木梅太郎栄光なき天才たち、鈴木梅太郎理科学研究所。ありがとうございます。